はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。それではこれより11連ガシャチャレンジやっていきたいと思います。とりあえずダイヤ50を使ってね、 1% 狙っていこうと思います。実質フェス限ガシャチャレンジですね。はい、で11連で引けなかった場合次どうするかって感じなんですけども、多分行くかな。22連までは行こうかなって感じですね。はい、22連までやっていくチャレンジとなります。はい、で出なかったらもうねきっぱりね諦めようと思います。はい、やはりエイジ好きとしてはこのガシャね引いていかねばって感じなので、はい、まあ08正体もねすごい好きなんですけど、うん、まあ今はこっちですね。こっちが引きたい。はい、では、解説の方は一つ前の動画で済ませてあるので、もうあとは引くだけですね。で、今回単発はできないということで、本当にね11連2発のみといった感じになります。まあ、一発で出てきてくれたら神なんですけども、ここ最近はそんなにね調子は良くないので、あ、良くないこともないか、小野坂ガンダム引けてるので、うん、ただ MA ガシャ、直近の MA ガシャは爆死ということでね。さあでは早速引きに行きたいと思います。どうやって引くかですね。狙い撃つことは今回できないので、まあエイジなので、ただキヨ君編、キヨ君のセリフはそんなに覚えていない。やっぱり一番記憶に残ってるのはあのアセムとゼハートのね、ゼハートアセムっていうねあの掛け合いなの で、特に好きなのはゼハートなので、じゃゼハートでゼハートで引いていこうかなと思います。確かキヨ君編、キヨ編でもこの2人やり合ってたと思うんですよね。うん、で確かこのセリフを言い合ってたような気がするので、はい、ではとりあえず今回はゼハートにね気持ちを乗せて、気持ちを込めて引いていこうと思います。まあ、あんまりね叫ぶとマイク頑丈じゃないので声割れ音割れしてしまうので、まあそんなにね気持ちだけ込めてゼハートで引こうと思います。それでは行きましょう。11連1回目、はい、2回引くつもりでもいます。では行きます。お願いします。ゼハート、ほいや、どうだ。あ、11連でブロンズの場合って最後あの黒ガンダムが来て核変が起こるでしたっけ。僕これ初めてかもしれない。11連の場合はこのブロンズがいいんですよね。単発だと爆死なんですけども、あ、これは初めてですね。ガンダムからの、まあでもまだわかんないね。FX じゃないパターンがあるよね。ガンダムからの、ね、他の通常機体っていうね、オチが。その確率がまだ高いですね。6分の1。VS 6分の5。では見ていきましょう。途中でも来るかな。途中でもワンチャン来る。お願いします。さあどうだ。あ、これ最後だけかな。最後だけ、あれ。あれ、期待させといて最後ケルディムでしたよ。ケルディムからアップグレードってあるの。ケルディムからの星3機体からのってあるのかな。いや、どうなんでしょうね。パッと見爆死ですけど。パッと見爆死だけど、
まあちょっと希望を持って見てみましょう。はい、アメリア、はい、ランチャーストライク、アールジャジャ、ザクワン、ジム、セラピーガンダム、ドラゴンガンダム、ソードストライクガンダム、リックディアス、そろそろ、ほい、次か、はい、ビルゴ、次ですね。さあどうだった普通だった普通だった。11連でブロンズでも普通に爆死でしたガンダムが来ないこともあるのか、黒ガンダムが来ないこともあるのか。はいはい、というわけでね、まあ 1% 実質フェス原画者、そうそう当たるものではないということで完全なる爆死でした。では続けては引けないので1回戻ります。はい、というわけで11年一発目ダイヤ50ガシャは爆死でした。やっぱりシルバーじゃないとダメかな。シルバーね、シルバー来てください。ゼハートダメだったな、もうちょっとかな、もうちょっと気持ちが足りなかったかな。はい、それともアセム、いやでもゼハートだな、ゼハートの方が、ゼハート予備の方がやはり好きなので。はい、それではもうこれで弾けなかったらもう完全に撤退でございます。はい、いやーどうかな。では行きましょう、お願いします。22連目、ゼハート、おいお願いします、来てください。あ、やったやった、星オーバー、星オーバー。ステップ2、2ステップ目は星4 8% FX 2% ですよね。はい、8分の2、4分の1か4分の3か。いやー怖いな。では見ていきましょうか。確実に星4は1体は来ます。ではお願いします。よし、来い来い来い、ゼハートゼハートではないが来い。どうだどうだどうだ、途中は来ないか、最後か、グシオンリメイクフルシティグシオンリメイクフルシティ、またなんかね、期待させといてチュドンって叩き落とされてしまいました。いや、グシオンリメイクフルシティもね、非常に好きな期待なんですけど、いや来たかと思ったのにな。ゼハート足りなかったか、そもそもゼハートじゃダメだったのかな。はい、フリーダムガンダム、ハイザック、ベルゴ2、カラミティガンダム、デュエルガンダムアサルトシュラウド、量産型キュベレ、スカイグラスパー、メビウスゼロ、パイシーズ、ガンダムキュリオスからのガンダムグシオンリメイクフルシティ。いや、この機体もね好きなんですけど、違う、そうじゃないと、今来るべきは君じゃない。 FX 欲しかったな。いやー、ダイヤがね、ダイヤ100切らせるわけにはちょっといかないので、もう一発行きたいけど、撤退ですね。はい、残念残念、無念。はい、というわけで
ダメでしたね。いやダメだった。FX どうなるかな。この後行くべきなのかな。本来はまだ分かんないですね。まあ非常に強力な支援機体とは思うので、ダイヤがある方はね、ぜひともね手に入れてください。はい、僕はここでさよならです。はい、以上。はい、てなわけで22連悲しみの爆死でございました。いやー、22連目期待したんだけどな。ステップ3ね、ステップ3行ったら 10% の 3% になるので、いやでもいけないな。まあダイヤ159、やはり来月頭のフェス原画社にも備えておかないといけないので、僕はこれにて終了とさせていただきます。いやー、欲しかったな。まあね、この機体自体はね、非常に強力な機体なのは間違いないと思うんですけど、まあ、このガシャもね、ステップ1は50ダイヤということで、確率は 1% ですけども、引きに行くべきかなと思います。ただ、ステップ2はね、特に確率おいしいとかでもないので、ステップ3もね、まあ、3% って、ね、濃く書かれてますけど、まあ、普通なのでね。10% とか 12% とかね、この辺は基本的には外れ期待なので、うん、やっぱり一番おいしいのはステップ1かなと。確率低いけどステップ1だけが一番おいしいのかなって感じですね。なので、まあ無課金とか微課金の方はね、ダイヤ抑えたいっていう方はステップ1だけとりあえず引いて当たれば御の字みたいな、そんな気持ちでね。で、ステップ2は、まあ、我慢するのがいいかもしれませんね。まあ、ただ、フェネックスとか、将軍様とか持ってない方は、ステップ2もね、引いてもいいとは思うんですけど、うん。まあ、そんな感じですね。はい。というわけで、これから引かれる方は、まあ、僕の分まで、僕が引けなかった分まで、ね、当ててください。ご分を。というわけで、今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか？よければ、いいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。